写真を撮ってくるのをね、みんなね、ちょっとこう、まあ、3355手分けして、っていう感じで。で、今は一応形になったけん、ね、こんな書いてあるよりも、一応ほら、縦書きにして出した方がいいかろ、うん、一応こう、うん、っていうので、一応、関係者様に持っていくのよね。一応。で、音見たらさ、これ、なんか汚れかなと思ったら、いや、点が入っとったところ、ほら、こんな細かいと思う、ほら。ね、点だから、ほら。うん。後の下と。ね、なんかこんな風でさ。あ、これ1個よりも少し開けた方が、あ、ほら、あとか分かりやすいかなと思って、こう、2つ開けたわけよ、今、ここ。で、ここに入れたかったっちゃけど、こう入らんじゃん。なんか、あ、入るとやったらちょうどこれでよかったのになと思ったけどね。こう、入らんと、こう、こっち、ここに入らんね。あの、蓋、こう、ほら、こう開かない顔面がこれって、こういう風に。これってなんかこう、もうちょっと調整ができると、これの。余白はできると思いますけど、余白は。あ、そう。そしたら入るようになるじゃんね。だって、これ、もう一があってもよかろう。あんだけ。うん、さて、と、何ぬねのとか、だからこう、二枚で済むけ、うん。ね、これ、もう一がここにあっても、そんなうるさくなかろう。うん、あー、からしまって、こう、うん。ね、そして、こだけ要するに、こんな感じだけん。ここにこうあっておかしくないよね。1,2,3,4 だってどうせほらどうせ これもこうなっとっちゃう。あ、というかまあこれもこうやけど、これ横に、はい、あのまあこれ音声入力でバッて入れてくれてもしゃあけんね、はい、よかったらやっぱ枯れたけど立てんでしょうかな。あ、これって何それが出てると、ちょっと待って、これなんで勝手に出てきたところ、これ消あれ消したいじゃけど、これ消したい、これなんで出てきたところ、これ勝手に出てきた、困った、これ出てこない、これちょっと、あらあら、大丈夫大丈夫、なんか怖い、あ、私待って、一応、あ、できたできた、今ね、ちょっと大きい、これは私大きくだけやけど、この余白を、あ、ちょっと待って、よいしょ、これをもうちょっと小さくしようかね、わかりやすいように、はい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 、このここの余白をもうちょっとこう小さくするってできるか、ちょっと動画見せると、あ、これ、あ、そっか、じゃあできそうよね。で、表、とりあえずじゃあ狭い、あ、ちょっと、あ、なんかややこしいけど、でもこれって絶対入るようになるね、うん、はい、ありがとう。あ、そしたらもう1行で済むと思う、1つで済むじゃん。虹の傘、おしゃれやね。あの、自分では読めんけど、あの歌もいいなっては感じれると思う、ね、80歳、なかなかの教養人ですね。お目にかかってないけど、まだ男の人、男性よ、うん、うん、多分こういうのは好き、水遁者っていうね、あの俳句の会かなんか入っとんしゃのおじいちゃんやのね、多分ね、うん、あのな、あれやね、サザエさんのお父さんみたいなね、波平さんみたいなね。虹の傘、カスヤドームに輝ける、素晴らしい、なんか傘が読めんかったけど、こんな傘も読めんような人からね、この仕事に関わって、これに関わっとっていいとかやな、ごめんなさいみたいな、今度言いましょう。